はい、どうも、シアンです。いらない子ゲーム、続きからやっていきますよ。前回の続き、水泳大会が終わったね。46分ひたすら述べるゲームだったぜ。そろそろ始まるのかなって感じだけどね。早く始まってほしいよね。デスゲーム。じゃあ続きいきます。はい、始まった。ふぅ、さっぱりした。遠泳大会が終わり、今は昔それぞれにシャワーを浴びて着替えに行っている。それほど急いだわけでもないけれど、かつ相早く浜に戻ってきてしまった僕は、さっきの遊泳大会を思い出しながらボケーとしていた。なんか中途半端なところを見せちゃったな、とまい。アキラが1位、女の子の一橋さんが2位に対して僕は5位。なんかつら。エジと根性で部長には辛うじて勝ったものの、いいとも悪いとも言えない実に微妙な順位だ。自慢もできないよね。それでも吉住さんは褒めてくれたけど、優しい。僕としてはどんな顔をすればいいのかわからなかったのも事実だ。やっぱ水着は見せてもらえないのね。残念。お疲れ様です、先輩。お疲れ、酒井ちゃん。そこそこかっこよかったですよ。そこそことか言わないで。というわけで、はい。遅ればせながら差し入れのスポーツドリンクです。ありがとうね。そんな僕のところへペットボトルを持って話しかけてきたのは酒井さんだった。普段二人で喋ることなんてないだけに、僕は驚いた顔を隠せてなかったらしい。あ、意外って顔ですね。私が先輩のところに来るのがそんなに信じられませんか？まあそれはそうだろう。どちらかといえば派手で流行好きの酒井さんだ。同じ1年生ならまだ違うのかもしれないが、どちらかといえば地味なタイプに入る僕とは、昨日のように飲み会の席でもなければ接点自体が少ない。あ、いやー、そんなことはないよ。けれどそれをそのまま口にするわけにもいかないので、無難な否定を言葉にしながらスポーツドリンクを受け取る。そんなことないのがそんなことないよって顔にもろ出てますよ。どんどん察しられていく。ごめんて酒井ちゃん。本当わかりやすいですね、先輩は。そんなにわかりやすいかな。ドリンクを一口胃に流し込むと胃の奥にじわっと染み渡っていくのがわかる。それにしても海で泳いでいるからか、水分は補給しているようなイメージがあるのに、喉がこんなにも乾くのはなんでなのだろうと、一瞬関係のない疑問が頭をよぎる。わかりますよ。今どうでもいいこと考えてたでしょう。それすらもバレてる。見抜かれた。昨日といい今日といい、この子は意外と人を見てるのかもしれない。自分で普通にしてるだけなんだけどね。そうなんですか？まあ確かに自分で制御できるものでもないかもですけど。あまりわかりやすすぎるのも考えものですよ。特に異性関係。我々。ドキッとする一言が酒井さんから僕に投げかけられる。まさか何か知ってるのか？もしかして先輩、あれ、覗きバレたんじゃん？先輩が吉住先輩のこと好きなのバレてないとか思ってます。そっちだったか。危ねえぜ。その様子をしげしげと覗き込むように眺めていた酒井さんが、キョトンという擬音を最も適しているだろう表情で問いかけてきた。僕は気管に入ってむせるというようなお約束を起こさなかったものの、口元にペットボトルを押し当てたまま、ピタリと全ての動作が止まってしまった。ああ、その反応だけで十分ですから固定しなくてもいいですよ。なんか、冷や汗かいてるんだけど酒井ちゃんも。半ば呆れたように酒井さんが言う。その話は誰から？聞かなくてもわかるよね。だからわかりやすすぎるんですってば。さっきも吉住先輩に泳ぎを教えてたでしょ。バレてる。あの時の先輩の顔の緩み方だったら、鏡があったら見せてあげたいくらいですよ。めっちゃ見られてる。もしかして酒井ちゃんワンチャン主人公のこと好きなんじゃねとか思ったり。そんなにひどかったんだろうか。しかし僕はそれ以上に、アキラ以外に話したこともない秘密をあっさりとカンパされたことに少なからずショックを受けていた。誰でもわかると思う。そして何より、それってもしかすると本人にもバレるレベル、わかってるだろうね。事実上彼女の言葉を肯定することになったけれど、今さら否定したところで彼女のことが、正しければもはやそれは無意味だろう。それならこの際聞けることは聞いておいた方がいいと判断した僕は思い切って質問してみる。私だったら間違いなく気づきますけどね。ただ吉住先輩の方はガードが固いというか、正直あまり何考えてるかわからないんですよね。ホワホワしてるよね。いや、わからないというよりは、なんというか、そこが見えない。あれ、ちょっと怪しい感じか吉住ちゃん。誰にでも優しいから、それもあるんですけど、それだけじゃないというか。何？でもそうすると先輩、もしかしてさずか先輩のことも気がついていないってことですか？あれ、あ、やっぱりか。やっぱアキラくんも吉住ちゃんのこと好きか。アキラがどうかした？気になる答えをはぐらかされた上に、思ってもいない名前が上がってキョトンとする僕。酒井さんはため息を深くつく。ああ、全然ダメそうですね。友人としてそれって結構残酷ですよ。酒井さんの言うことは僕には全く理解ができない。
僕がアキラに何かしたっていうのか鈍感だね主人公。言っちゃっていいのかな。いや言わない方がいいんじゃねえかこれは。でも言わないとそれはそれでかわいそうだし。先輩何のことか聞きたいですか。できれば。ああ言うの。アキラの名前が出てきて残酷とまで言われることをしているのなら僕としても知っておきたい。もちろん酒井さんの勘違いってこともあるだろうし。いやさすが先輩も吉住先輩のこと好きですよねって話なんですけど、気づいてません？気づいてませんでしたよねきっと。言っちゃった。は？一瞬酒井さんが何を言ってるのか理解できなかった。アキラが吉住さんのことを好き？いやどこから来たんだその発想。だから見てればわかるじゃないですか。まあいいです、本当はこんなこと話しに来たんじゃないんで。何の話？僕としてはそのあたりを深く聞きたかったのだけれど、酒井さんはもう興味ないと言わんばかりに強制的に会話を断絶させると、いたずらっぽい顔で笑って身元に手を当てて囁いてきた。何？あのね先輩、昨日私たちのお風呂覗いてたでしょ。バレてる。おお、すっかりバレてる。なんでそれを？言っちゃった。今度はむせた。昨日一瞬顔を上げた酒井さんと目が合ったような気がしたけれど、まさか本当に見られてたのか？やっぱりわかりやすいですね。釜かけるの先輩にしといて正解でした。ああ、芋づる式にみんなやられんぞ。釜かけ！そうですよ。なんか昨日人の顔っぽいのが見えた気がしたんで、その後ずっと気をつけてたんですよ。で、どうにも気のせいじゃないっぽいなぁと。でも私コンタクトだから外しちゃうとよく見えなくて、誰だかわかんなかったんですよね。主人公やらかしたな。だから反応が正直そうな瀬戸先輩に聞いてみようかなと。しまった。引っ掛けだったのか。僕がどうしようもなく後悔していると酒井さんは屈託なく笑ってこう続けた。あー心配しなくてもいいですよ。本当に。私そういうの寛容なんで。助かった。っていうか瀬戸先輩もそういうことするんだって面白かったくらいです。ねね、先輩どうでした？同年代の女の子の裸を見た感想は。もう見入ってたぜ主人公。超むっつりスケベ。いや、それは。泉湯船に入ってたから全部見られちゃってましたよね。なんか生々しいんだけど。昨日の飲み会よろしく。衣服の胸元を強調して上目遣いにこちらを伺う酒井さん。ここで動じれば春日くん佐藤くんの二の舞なので、極力何でもない風を装って返答する。それもまた逆にって言われんじゃん。いや暗かったし湯煙で大して見えなかったよ。そんなん？そんな夏なのにそんなに濃く湯煙なんて出ませんよ。バレてる、全部バレてる。うりうり。冷静を装ってもそんなのは酒井さんという核弾と相手には盾の一つにもならなかったらしい。酒井さんは僕の頬を指でつついてくる。ああ、もう悪かったからもう勘弁して。可愛いな主人公。ああ可愛い。私の周りにはいないタイプだし、瀬戸先輩反応面白くて好きですよ。どうです、今からでも吉住先輩から私に乗り換えるとか。あれ、酒井ちゃんやっぱり好きなのか主人公のこと。私もですね、こう見えて結構家庭的なところあるんですよ。ほら見てこのポーチ、私が作ったんです。すごいでしょ、マジでか。話題もテンションも2点3点する彼女はとても手作りとは思えない可愛らしいポーチを僕に突きつけてきた。それ自体は確かにすごいんだけれど、結局この子は何の話をしに来たんだ。え、やっぱ主人公が好きなんじゃね。え、違うかな、どうなんだろうね。難しいねこういうタイプ。っていうかそれを見せに来たの。僕はなんだかげっそりとしながら聞き返す。あ、そうでした。先輩が面白いからついついまたそれちゃった。そうじゃなくて実はですね。あ、まだあるのね話。もう一人厄介な人にバレてるんですよ。覗き。誰だ。え、誰。厄介な人と言われて即座に僕は3人ほど頭の中に思い浮かべた。吉住さんと香川先輩。よりによってそこか。香川先輩ってあのスポーティーな子だよね、あの可愛い子。でもですね、あの人も遠目で、しかも頭しか出てなかったから誰って分かってないんですよ。それで同じように外の様子を伺ってた私に聞いてきまして、どうも今日のお昼くらいに適当に釜かけようとしてるみたいですね。まずいぞ、誰かが言う。春日くんとかやられそう。それでなんで僕に。いや私的には修羅場も楽しいですけど、あの人って結構本気で食ってかかっちゃうじゃないですか。だね。それで気まずくなって雰囲気ぶち壊しってのもバカバカしいなって思いまして。あれですよね、瀬戸先輩一人でこういうことをやるってタイプでもないし、発案はクジラ岡先輩あたりなんでしょ。よくわかってんじゃん。まあ強いて言うならクジラ岡先輩とナバタメくんだね。それで先輩たちがそれに乗ってってところじゃないですか。全部お見通しか。正直彼女の観察眼を少し舐めていたらしい。しかしそれなら昨日の爆弾発言は何だったのだろうと思わなくもないが、今はそんなことより目下の重要事項が優先だ。もうすっかりアキラのこと忘れてるね主人公。
どうにも彼女は僕らに対して都合の悪い話をしに来たのではないみたいだし、ここまでバレているなら隠しても仕方がないので諦めて素直に話すことにする。そうだよ、だいたい酒井さんの想像通り。やっぱりそうでしたか。じゃあ私は他の釜かけ弱そうな先輩でもからかってくるんで、クジラ岡先輩には話しておいた方がいいですよ。ありがとうな酒井ちゃん、なんか助かったわ。受注ハッカーの人が絡むならくえ、ん？受注ハッカーの人が絡むならクジラ岡先輩ですから。カミカミ。そう言うと酒井さんは立ち上がってさっさと走っていってしまった。バイバイ。なんだかんだ優しい子だね酒井ちゃん。多分見れば着替えが終わったらしい佐藤くんに向かっていったようだ。佐藤くんもか、弱いのか釜かけに。まあ間違いなく撃沈されるであろう彼のこの後を思いつつも、僕はお言葉に甘えて長島先輩部長と一緒に出てきた。クジラ岡先輩のところへと駆け寄って今のことと次第を報告した。おお、そうかそうか、全然動揺してない。まあそのあたりを予想しておかなかったわけじゃないしな。しかしクジラ岡先輩の反応はごくごくあっさりしたものだった。もう歴戦の猛者のような表情だね。むしろその隣で話を聞いていた部長の方があたふたしていたくらいだ。嫌われちゃうね香川ちゃんに。長島先輩ものんびりした様子でスポーツドリンクを口にしている。さすがで、なんか手慣れてるね。離れってやつかな。ま、そんなにビビんなよ。胴舟に乗った気持ちで任せとけって。長岡先輩は笑ってそう言った。追求されて怒られんじゃん。ピンタ一発もらいそう。お昼は少し遅くなって3時過ぎに宿舎に戻って食べることになった。ほんほん。僕らは部屋に荷物を置いてから食堂に移動して、朝食同様ネームプレートのある席に着席する。お待たせいたしました。もしまたご入用のことがあれば、ご入り用だった。補修やん。ご入り用のことがあればお気軽にお申し付けください。従業員さんたちが一つ一つの席に料理を運んでくる。普通こういう席での食事は出来上がっているものが並べられているだけなのに、お皿の上に出来たての料理が配膳される仕組みだ。空調の効いた部屋の中に美味しそうな匂いが立ち込めて、嫌が応にも食欲が刺激される。おお、なんかお腹減ってきた。お？わあ、美味しそう。一橋さんやまだな、なばためくん。春日くんの一年生図は感動を素直に言葉にして騒いでいる。これが他のお客さんがいる場面ならちょっとあれだけど、幸いここには僕らしかいないので、微笑ましい光景として受け取れる。ふんふん。そんじゃ食いますか。おい。風情も何もない発声でいただきますが、いただきますが、なされると、おのおの好きなペースで食事を開始した。こういうのってフォークとかスプーンとかいっぱいあるのかな。なんか外側から使っていくとかあったよね。あ、内側からだったっけ。ちょ、わかんねえわ。そういう高級レストランのマナーは。白身魚を用いたらしいムニエルと、ミディアムレアに焼かれた小さめのステーキに、色とりどりの野菜が入ったサラダ、パン。スープは鍋に入っていて好みで3種好きに選べる。飲み物は、コーヒー、紅茶、ミルクと全体的に洋風にまとめられている。おしゃれだな。うわこれうま。近くで発せられた言葉につられて魚のムニエルを一口切って食べてみると、カリッとした歯触りの後にじわーっと味が染み出してきた。おう、いつも家で食べてるボソボソの焼き魚とは比べ物にならない。それ安いの買ったからじゃん。すごいなこれは。初めて食ったよこんなの。アキラが隣で同じように感嘆している。僕はそうだよねと相槌を打ちながらも、さっきの酒井さんのセリフが気になっていた。何？アキラが吉住さんのことが好き？そこね。まあでもね、好きだろうな。でも親友のこと裏切れないっていう優しさがあるんだろうな。アキラいいやつすぎるだろう。死にそうな気がする。なんだ？俺の方が肉大きかったか。そういうちっちゃい話じゃない。だとしても残念ながら交換には応じられないぞ。僕は知らずアキラを凝視していたらしい。アキラはいつものように軽口を叩きながら肉を大きめに切って口の中に放り込んだ。それは残念。僕はそれに合わせながらもアキラの様子を伺ってみた。お？アキラの視線は特別どこにとどまるでもなく、ごくごく自然に食材や会話の相手へと移っていく。僕だったらこんな時でも吉住さんのところに何度か視線を動かしてしまう。好きなんだね。それは気がつけば勝手にそうしてしまっているというものであって、自発的ではないし、そうそう制御できるものではないと思う。そういう意味では、アキラが特別誰かを意識している様子は見受けられない。あらららら？吉住さんを誘ったのは確かにアキラだ。そのことから考えると確かにそういうこともあるのかもしれない。だけど僕がアキラに片思いを相談する半年前までは、アキラは吉住さんにアプローチするような素振りは一切見せなかった。ん？照れてた。え？どういうことだろうね。
人のものが欲しいとかいう歪んだ性格だったらびっくりだよね。最初から僕の気持ちを知っていたならともかく、途中から知ったならアキラが僕に気を使ってくれるという話も成立しない。それに昨日の到着からバーベキュー、今日の海といい、アキラはことあるごとに僕が吉住さんと一緒にいられるようにしてくれている。いくら幼馴染とはいえ、自分の好きな人をこうまで僕にプッシュできるだろうか。けれど酒井さんの言う通り、僕が相当に分かりやすいのだとしたら、付き合いの長いアキラはとうに気がついていたのかもしれない。そして僕に気を使っていたのだとしたら、吉住さんと僕が一緒にいる時に席を離れたのは、一緒にしてくれたのではなく見たくなかったのだとしたら、うわつらー、それだったら、なんかやだ。そう考えると僕はなんだかわけが分からなくなってしまった。美味しいはずの食事もなんだか味がなく分からなくなり、気がつけば半分ほど冷めてしまったステーキが残っている。ステーキを残すだなんて、なんだ、欲しいどころか残してるじゃんか。いらないんだったら俺が食うぞ。ちょっとさっきの遠泳が効いたみたい。アキラ食べていいよ。おう、そんじゃありがたく。ステーキ肉をフォークで突き刺して口に運ぶアキラ。空腹がないではなかったけど、なんとなく後ろめたい気持ちだった僕は、アキラがそれを美味しそうに食べてるのを見て少しほっとした。お前ステーキ程度で何ちょっと安心してんだよ。そうだ、あれこれ考えるのはやめよう。もしアキラが本当に吉住さんのことが好きなら、きっと僕に話してくれるはずだ。その時どうすんだろう。どうしても気になった時には正面から聞けばいいじゃないか。うん、そうだ、そうしよう。僕はそう自分で結論をつけて、紅茶とコーヒーどちらかいいかアキラにリクエストを聞いて席を立った。そしてコーヒーを2つ席に持ってきた時に香川さんが口を開いた。何？ところでクジラ岡先輩、昨日の覗きは楽しかったですか？そこでいきなりぶっこんでくる。来た。食事が一段落ついてお茶を飲みながらぼーっとしているタイミングでこの質問。あらかじめ酒井さんに聞いていなかったら直接質問されたわけでもないのに、僕が動揺してしまいそうだ。でもクジラ岡先輩あれじゃない、うん、のぞき最高だったぜとか逆に正直に言いそうじゃない。あ、のぞき何の話だ。おお、しらばっくれた。ああ、英雄じゃねえ、秀夫だ。本当に秀夫のこと英雄って呼んじゃんだけど。さあ、とうとってくれ。のぞきと聞いて女性陣の間が少しざわついてくる。この自然体が逆に怪しいよね。けどクジラ岡先輩は全く動じることもなくお茶をすすっている。とぼけないでください。昨日温泉に入ってた時に、ついたての上に人の顔が見えました。あれ、クジラ岡先輩ですよね。香川さんも確信がないはずなのに、その口調を極めて断定的だ。よっぽど自信があるのか、それとも他にいないと決めつけているのか。温泉？ああ、昨日の飲み会の後に行ってたやつか。よーし、しらばっくれるね。そうか、覗きってのもいいアイディアだったな。やっとけよかった。失敗した。うっ、しらじらしい。それに対してクジラ岡先輩は、弁解するどころかやりたかったとのたまい出した。しかもその発想がなかったことを本気で悔しがる素振りまで見せ始める。さすがだね、演技派。これがまた普段クジラ岡先輩が失敗したなという時の挙動そのものだったので、事情を知らなければとても演技には見えない迫真っぷりなのだ。本当にクジラ岡先輩じゃないんですか。さすがにその様子を見て香川さんも少し自信がなくなったのか、問い詰める口調が弱くなっていく。おお、助かった。いや、やりたいかやりたくないかで言ったら間違いなくやりたいぞ。お前、そして見せてもらえるというなら今この場で喜んで受け付ける。どうだ、今のアイデアを採用してこの後女性陣にもう一度温泉に行ってもらうというのは。うわー、うまいことやる。賛成。ナバタメ君もうまいこと乗ったね。ナバタメ君が明るい声で賛同する。もうこうなってしまっては香川さんは問い詰めるどころではない。顔を隠してクジラ岡先輩に文句を言い始めた。ふざけないでください。それは証拠もなしに決めつけた私も悪かったですけど、顔が見えたのは間違いないんですよ。おっと、食い下がらないね。誰かが覗きでも死んだに、したに決まってるじゃないですか。そう言われるとこっちも困っちまうんだけどな。クジラ岡先輩は本当に覗きをしていた事実などがなかったかのように、極めて自然に彼女の疑惑を受け流していく。でもこれ、このままだと僕らに嫌疑がかかるんじゃ。やばいね。別にそんなのどうでもいいじゃない、覗きくらい。うお、器でけえ、安城先輩。見せたからって減るようなもんじゃないんだし。あ、これまた喧嘩始まるんじゃん。とそこで生き立つ香川さんに安城先輩が言い放った。食後で満足しているからか、珍しくこの先輩にしてはトゲのない口調だったのだけれど、相手が悪かった。全員があなたみたいな人間じゃないんです。そうよね、みんながみんな私みたいな体型してるわけじゃないしね。おわんで嫌味になるんだよ。見られるのが恥ずかしいっていうような人もいるわよね。
香川さんのそのセリフに安城先輩もカチンと来たらしい。余裕たくたくと、言った笑顔でありながら明らかに香川さんに向けた毒を吐く。この二人ほんとすぐ喧嘩すんだから、そういうことを言ってるんじゃないんです。まあ先輩みたいに、羞恥心ってものを忘れた人なら気にならないんでしょうけど、お子ちゃまの理論、あれ、お子ちゃまの論理かな。ねえ、彼氏の一人もいないからそんなギスギスすんのよ。もう少し余裕を持ったら。食卓がシーンとなる。大丈夫？あ、お母さん。え、でも、あそこのついたてって結構高かったよね。数秒の沈黙を破ったのは少し慌てた顔で割り込んできた金田先輩だった。金田先輩は思い出すようにして香川さんに語りかける。体を洗った時に見ただけだから自信ないけれど、立て頭が出るような高さじゃなかったような気がするよ。踏み台にでも乗らない限り届かないような気がするんだけど。話が本題に戻ったせいか、覗きの話を言及しているというのに食堂にほっとした空気が流れた。ありがとうね先輩。あんじゃ先輩は興ざめしたのか、どうでもいいわという感じに長島先輩にすり寄り関係ない話をし始めている。すごいね、長島先輩本当に好かれてるね。そうなのか。だとしたらあんまり気持ちよくないけど、そんなに気になるなら誰かが脚立なんか借りたかどうか聞いてみるか。自分で聞いてきます。お、これで調査されたら意味ねんじゃね。温泉の裏とか変なところから水を刺され、勢いが衰えているところに金田先輩からもツッコミが入った後、半ば気力をそがれてしまったのかもしれない。ノロノロと歩き出し、食堂を出て行ってから5分後、戻ってきた香川さんは無言で頭を下げた。疑ってすいませんでした。なんかかわいそう、香川ちゃん悪くないのに。誰も脚立なんか借りに来てないそうです。とはいえその言葉は、この言葉ほどは信じていないのだろう。香川さんの顔には不満がありありと現れていた。まあそれはそうだろう。別に脚立なんて借りなくても、その気になれば方法はいくらでもある。この場でそれをいちいち検証していられるだろうけれど、時間のある時にでもあの周辺をくまなく調べれば、昨日僕らが分散していった低いついたてのあるところだって発見できるはずだったよね。いやでも何か見たっつうのは気になるな。何なんだろうな。そんなどこかしらじらしい様子で謝罪をする香川さんに対して、わざわざクジラ岡先輩はこの話題を引っ張った。あ、それなんですけど、もしかしたら、っていうか正直バカバカしい話なんですけど、そこで愛の手を入れてきたのはナバタメくんだ。この二人ナイスコンビだね。ナバタメくんはちょっと言いづらそうにしながらもごもごと口を開いた。お？まあ僕もそういうのあんまり信じてないんで、こんなこと言うのはちょっと恥ずかしくてあれなんですけど、お、心霊現象に持ってこうとしてるな。昨日そのお風呂の話を聞いた後にですね、従業員さんと少し立ち話をしてたんですよ。そしたらこの辺り、そのてるらしくって、昨日そのお風呂の話を聞いた後に、ほんほんほん、出る？ビクと香川さんの肩が跳ねた。おっと、苦手系か、その手の話。何か気になることがあったのだろうか。まあそのいわゆる幽霊ってやつですか。何でも昔この山の上って処刑場だったらしくて、今もその人たちの霊が夜な夜な徘徊するとかなんとか。ぶ、はははは、クジラ子先輩が笑い出したぞ。なわため幽霊ってお前小学生じゃないんだからよ。それなら俺らの覗きって方がよっぽど信憑性があるっての。大笑いするクジラ岡先輩と対照的に香川さんはだんだん無口になっていった。心なしか唇が震えているのは気のせいだろうか。お、もう結構です。ごめんな香川ちゃん、お騒がせしてすみませんでした。そう言うと端早に食堂を出て行ってしまう。あらら、どうしたというのだろう。ああ、まだこの後流れ説明してなかったんだけどな。この後、泉悪いんだけど後であいつに伝えといてくれ。この後は休憩がてら自由時間、7時から晩飯で、この後飲みついでに海江で花火。あら、まだまだデスゲーム始まんねえなこれだと。戻ってきたら2時間いいって感じだな。みんなもその予定なんでよろしく。おい、あ、はい、わかりました。それを聞いた吉住さんが心配そうにして香川さんの後を追っていく。食事も終わっていたので他のメンバーもめいめい部屋に戻り始めた。めいめいって言葉使うんだね。部長、ちょっと聞きたいことが。けど僕はなんだか釈然としなくて、まだ隣でお茶をすすっていた部長に話しかけた。ん？なんだ？なんで香川さん、あんなにあっさり引き下がったんですかね？知りたい？え？できれば。さっきクジラ岡に聞いたんだけど、香川さんね、実は怪談とか幽霊とかの類全然ダメなんだってさ。そこでうまいこと出してきたのか、ナボタミ君とペア組んで。去年外にあるトイレに行くのに三村さんがついていったらしい。ってことはそれを見越してらしいよ。そう言っとけばわざわざ調べたりはしないだろうしって。なるほどな、うまいことやったな。半信半疑だったけどここまでとはね。
部長は意外そうな顔をして苦笑いをした。そこまでが計算づくだというのなら、あの先輩はとことん恐ろしい。顔もやばいしな。けど実際に覗きの負い目がある僕らにしてみれば、その滑稽さに罪悪感が刺激されることも間違いなかった。ね、ちょっとかわいそうだったよね。おい、九段下。と二人して複雑な笑いを交わしていると突然不機嫌そうな荒牧先輩が割り込んできた。どうした？部長がいつもより少し硬い表情で応答する。荒牧先輩、どうしたんですか？どうしたじゃねえよ。昨日本当に覗きとかしてたんじゃねえだろうな。お、やべ、この人来なかったんかっけ。そういえば荒牧先輩には昨日誰も声をかけていないらしい。おっつー。だとすればこの先輩には覗きの件は初めて聞くことで、その真偽を確かめるために部長のところに来たのか。いや、そんなことはないと思いますよ。少なくとも俺は知りません。本当か？険しい目つきで荒牧先輩は部長を睨んでくる。部長は部長でさっきの会話を聞かれていたのかもしれないのに、堂々とはいと返事をする。それなら構わねえけどよ。そんなことが本当にあったら犯罪だぞ。真面目だな、荒牧先輩。万が一のことを考えて、部長だったらそのあたりきちんと押さえとけよ。ちょっと顔に似合わないぐらい真面目なんだけど。好感度上がったわ。大体にして今回も全部クジラ岡の取り仕切りじゃねえか。部長のお前が前に立てなくてどうすんだ。なんかいい先輩なんだけど。すいません。部長は一言だけ伝えると席を立とうとする。まあ待てや。ん？前部長としてこの際お前に言っときたいことがある。おい、ミネ。そこに立ってるならお茶二人分持ってきてくれや。え？ここでミネ君パシられた。あ、瀬戸は行っていいぞ。わかりました。部長一人を残すのは申し訳ない気がしたが、退席を求められているのに残るというのも感じが悪い。部長ごめんなさい。くどくどした荒牧先輩の説教が始まる中、後ろで峰くんがグラスにお茶を入れて持っていく姿を尻目に、心の中で謝罪しながら僕はドアをくぐった。やっぱ好きな子の裸見られたのが嫌だったのかな。14年8月4日8時5分、瀬戸和臣。あの後花火大会が始まると、いつものようにお酒の入った人たちが花火の正しい使い方をしなかったために砂浜阿鼻教官の合図を呈していた。花火全然やってないな。もう夏終わるわ。僕はそんな中ロケット花火の弾幕を避けようと走り回っていたのだが、トイレに行きついでにその場から逃げ出してきた。あららら、ああ一段落って。長島先輩、そんなところで何やって。し、どうした？静かに。突然口元を抑え込まれてトイレの裏に引きずり込まれる僕。何してんだ一体。場所が場所なだけに、まさか長島先輩はその気の人なのかと身の危険を感じたが、どうもそういうことではなかったらしい。ホモだと思った。小声で喋れ。何？見事でひそひそと囁かれ、僕はうなずいた。なるだけ声を潜めて現状を把握しようとする。長島先輩、どうしたんですか？いや、さっきトイレ行こうと思ってたらさ、クジラオカがこそこそと飲みの場を離れやがるのを見てな。ほんほん、何か企んでるじゃないかと思ってつい後をつけてたんだよ。そしたらさ、え？長島先輩が顎で示した先を目線でたさぐる。トイレから少し離れたボート小屋の近くに人影がぼんやりと見える。何何何？二人いますね。あ、あれじゃない？あの、なんだっけ、ホテルマンの人となんかやってんじゃん？デスゲームの予定立ててんじゃん？何をしているのかわからないが、人影は一人ではないように見受けられた。長島先輩もおうとうなずいて目を輝かせて僕に語った。あっちの会場、誰がいなかったか覚えてるか？僕はそう問われて記憶を手探り寄せる。やばい、神々よ。1年生は確か全員いた。2年生はアキラと吉住さん、佐藤くんは確実に見かけた記憶がある。班長先輩と荒牧先輩、部長と金田先輩も一緒にいるのを見かけたし、峰くん、山岡くんはいなかったような気がしますね。何？峰くんがまさか関わってる？影が薄いやつばっかりだな。そりゃ多分意識していないだけだ。そんなこと言われても、お酒入ってる時に誰がいるかなんてちゃんと把握なんてできませんよ。三村はいたか？え？突然挙げられた名前に僕は再度脳を回転させる。三村くん、影薄いよね。全然出てこないもんね。確か。いえ、見てません。ビンゴ。長島先輩は嬉しそうに小さく口笛を吹く。じゃああれ、クジラ岡先輩と三村先輩なんですか？そっちだったか。多分だけどな。あれ、三村って女の人だっけ？ちょ待って。ちょ、わかんなくなっちゃった。あ、これ山岡くんだわ。間違えた。三村先輩はあの女の人か。こっちの、あ、この人だね。相引きってことか？まったく二人は。なんで？
俺はてっきりデスゲームのなんか運営の方針決めてんのかと思ってた。なんとか見えないとばかりに目を細めて視線の先を探っている。僕もつられて目を凝らしてみると、男性のシルエットではないことはなんとなく分かったが、三村先輩であると断言はできなかった。言われてみればそう見えなくもない？イチャイチャしやがって。三村ってさ、なんでこのサークルにいるのか疑問に思ったことないか。真面目だもんな、確かに。そして突然そんな質問をされる。僕がなんて答えていいか分からず戸惑っていると、長島先輩が苦笑していった。そんなに深く考えなくてもいいぜ。こんな飲みさんに所属しているのが疑問じゃなかったか？ってことさ。そりゃまあ正直少しは。真面目でお堅い感じの人だから、こういうところにいるのは不思議だなとは思いました。だろ？実はさ、あいつ連れてきたっての、ん？連れてきたのって、クジラオカなんだよ。あらら、これ付き合ってんな、二人は。それは初耳だ。僕はびっくりして長島先輩を見る。学部こそ一緒だけど、それ以外、特にといった共通点もない。というか、むしろ正反対のタイプだろ？飲み会でアルコールもろくに口にしない。なんてこった。そんな女とクジラオカがどうしても結びつかなくてさ。いろいろ勘ぐってたんだけどな。あ、そうなったの？長島先輩そんな気になってたの？けど、ここの3年全然そんな素振りないんだわ。え？ところが、ここに来てようやく動きが。長島先輩の言う勘ぐってるっていうのは、つまり男女のあれこれということなんだろう。恋バナが好きなんだね、この人。けれど、三村先輩とクジラオカ先輩が？ちょっと想像しづらいですね。それにあれが三村先輩とは限らないじゃないですか。どうなんだろう。それならそれでいいんだって。どっちにしてもあのシルエットは女だろ。女。あんなところでクジラオカが何してるか気にならない？気にはなります。見に行く。というわけで、あの冒頭小屋の裏までぐるっと回っていくぞ。バレないように気をつけろよ、瀬戸。はい。トイレしなくていい？瀬戸と、間違えた。さすがというか、なんというか、長島先輩は答えも聞かずにトイレの裏側からシルエットを迂回するようにして、二人の近くにあるボート小屋の方へ向かい始める。チューしてるかもよ、チュー。盗み聞きなんてどうかとも思ったけれど、これがクジラオカ先輩本人だったら 100% やる。ということに気がついて便乗することにした。バレたところで普段自分がやっていることだ。怒りはすまい。僕もすぐさま後に続く。付き合いましょう。続きたくてしょうがないんだね。それでこそホライズンのメンバー。去年の部長はお前かな？あ、来年だった。間違えた。それはできれば遠慮したいんですけど。はっはっは。まあ、九段下に押し付けた俺が言えたわけでも、あ、間違えた。言えた話でもないけどな。よし、瀬戸。とにもかくにもあいつらがいなくなっちまう前に行くぞ。はい。おっと、話し声が聞こえてきた。ここから先は音立てんなよ。はい。そして僕らは慎重に足音を消してシルエットに近づいていき、なんとか気づかれずにボート小屋の真裏に到着することができた。おいおい、この視点だとなんかこの二人がちょっと逆にヤバい関係に見えるんだけど。なあ、まだあのバイト続けてるのか？え？またその話？俊二君には関係ないって何度も言ったと思うけど。俊二君。ボート裏まで来ると二人の声がはっきりと聞こえる。何のバイトだ？間違いない。おー、これは詰め寄ってますね。片方はクジラオカ先輩、そしてもう一人は三村先輩だ。大正解だったな。二人の声が聞こえるということは、こちらの声も筒抜けということだ。それを考慮して中島先輩は携帯のメール画面を利用して僕に筆談でそう伝えた。そうですね。でもバイトって何の話でしょう。気になるのはそれだけではない。普段三村先輩はクジラオカ先輩をクジラオカくんというのに、今は俊二くんとなっている。やばいね、この関係。これはもしかすると、もしかする？関係ないことだろ。親父さんまだ良くならないのか？なるわけないわ。けど悪くもなってない。いっそ取り返しのつかないところまで行ってくれればまだ救われるんでしょうけどね。そんな言い方は、幼なじみなのかな、この二人は。三村先輩の言葉はいつものサークルのそれとは異なっていて、まるで話したくもないことを話しているといった口ぶりだった。そんな言い方も何も、それが私の本心なんだから仕方ないでしょ。それとも何、いい子ぶってお父さんの心配でもした方がいい？私たちをこんなに苦しめて原因のあの人の。私たちを？え？沈黙が長いこと続いた。波の音に混じって遠くでみんながバカ騒ぎしている声がここまで聞こえてくる。今何か音を立ててしまったらすぐにでも気づかれてしまいそうで、僕と長島先輩は微動だにしないでその場に立ち尽くしていた。何かできることはないのか？せめてお前があんなことしなくても済むように。わあ、なんかこれ想像しちゃうわ。やだな。マジか、そういう話か。ないわ。
あなたがどんなに頑張ったところでどうにかなる額じゃないもの。それに私があのバイトをしているのはそれが一番効率がいいから。あのバカ親のツケを払うのに私の貴重な時間を少しでも取られたくなくて、取られたくなんてないからやってるだけ。あなたがそんなことを気にする必要はないわ。気にならねえわけないだろ。想像していたような甘い会話はそこにみじんもなく、僕の耳にはなんだか聞いてはいけない言葉の羅列が問答無用で叩き込まれていく。確かにな、これあんま聞いちゃいけない話だよね。長島先輩を見ると苦い顔でただ首を振るだけだった。そりゃ俺ができることなんてたかが知れてるかもしれないけど、考えれば何か方法があるんじゃないのか。そもそもお前が背負う必要だってないんだろ。なら逃げたっていいじゃねえか。二人で生活するくらいの金だったら今よりもっと簡単に。お、いらないわ。クジラ岡先輩の声が冷たい三村先輩の声で遮断される。なんだろうこの甘酸っぱくない行為は。私は私の力で生きていく。逃げて誰かの力を借りていくなんてまっぴらよ。俊二君も私なんか気にしてないで楽しく生きなさいな。もし私が目障りだって言うならいつだって消えてあげるから。うわー、だからなんでそういうこと言うんだよお前は。俺たちはただの幼馴染。やっぱりか、幼馴染だった。家が近所だったってだけの話よ。だからあなたが私のことを気にする必要はない。私はあなたに頼る気はない。それだけの話よ。本当にそう思ってるのか。ええ。また長い沈黙が流れた。なんか辛いな。じゃあ私行くわ。あなたもそろそろ戻らないと。みんなが探しに来るわよ。見てるけどな二人ほど。足音がゆっくりと砂の上に立ってられていくのがわかる。あ、かなで名前で呼んでる。そしてクジラ岡先輩の一言で止まる。何？何にもないなら行くわ。それきり二人は言葉を交わさなかった。なんかつら。ちょっと予想外の展開だな。だいぶね。三村先輩に遅れること数分。苛立ち紛れにか壁を殴りつけたクジラ岡先輩はそのまま後を追うように暗闇に消えていった。二人の姿が見えなくなるまで一言も発せずにいた僕らは思い思いため息をついた。今のクジラ岡先輩見る限りちょっとデスゲーム運営の黒幕っぽくは見えないな。どうなんだろう。そうですね。なんだか幼馴染だみたいなこと言ってましたけど、中島先輩知ってました？いや、まったく。さっきも言った通り、クジラ岡が連れてきたからな。そのあたりは気になってあれやこれや聞いたことはあるけどな。うまいことはぐらかされちまってよ。ああ、クジラ岡先輩そういうのうまいもんな。そうですか。わずかな沈黙が訪れる。正直僕は今見て聞いてしまったことを、面白半分に言う、邪推する気にもなれず、かといってすぐさま戻る気にもなれず、所在なさげに空を眺めていた。残念。実はさ、その沈黙を破ったのは長島先輩だった。何の話？長島先輩はなんだか言いにくそうにゴモゴモしながら小さな声で僕にこう切り出した。この間の飲み会、覚えてるか？ミカが珍しく来なかった時のやつ。そう言われて僕は記憶を手繰り寄せる。基本安城先輩は中島先輩にべったりなので、飲み会でもほとんどの場合はセットで参加してくる。ほんほん。それがいなかったのは確か6月頃にあったような。安城先輩が旅行か何かに行ってたってやつでしたっけ？そうなの？そうそう。その時さ、酒井が潰れてて送ってた帰りにさ、うん。その勢いでやっちゃった。おい、やめろよもう。言わなくていいよ、そういうの。へえ。続いた言葉は僕が想像だにしない内容だった。いや、長島先輩の容姿やモテ方を考えれば、それは本来意外な話じゃないのかもしれない。けれど、サークルの中で中島先輩が、安城先輩以外の誰かとどうにかなるなんて考えもしなかった。意外って顔してるな。まあ、わからないでもないんだけどさ。苦笑いをする中島先輩。正直言うと、まあ前からちょっとアプローチ受けてて、ちょいちょい二人で会ったりはしてたんだよ。もちろん美香には内緒でな。浮気だ中島、お前。まあ向こうもほら、あんな性格だし最初は単なる遊びのつもりだったんだ。自分で言うのもなんだけどさ、俺そこそこモテるだろ。おい、自分で言うなよ。だからこっちとしては息抜きで、まあ適度な距離でやってけばいいかななんて思ってたんだけどさ、言葉だけ聞けば遊び人の先輩の立ちの悪い自慢話にしか聞こえない。だね。けど長島先輩のその表情は自分の武勇伝を語る人のそれではなかった。なんか困り顔だよね。酒井ちゃんに脅されてんのかしら。なんつうのかな、結構さ、遊んでるだけの子なのかと思ってたんだよ。
でも話してみるといろんなことを考えたりもしててさ、俺だけこんな不真面目な態度でいいのかなとか考え出しちゃってさ。それは安城先輩がってこと？え？あ、ん？ミカもあんなんだから、サークルでどう回ってるかなんて十分承知だしな。俺も苦くを持って何度も注意したりして、別れようって話なんて何度したかわかんないくらいだし、いっそ乗り換えようかなって思ったりもしたんだわ。あ、そうなんだ。でもなんだろう、ミカもイカで根っこのところは案外脆かったりしてさ。え？そういうところもたくさん見てきたから、どうしても踏ん切りがつかなくて。マジか。安城先輩じゃあ、意外としっかりしてる人だったんだね。長島先輩の語る言葉が彼氏としての、なんだっけこれ、ひいき目だっけ？ひいき目なのか、それとも言葉通りの真実なのかどうかはわからない。だけど僕には、長島先輩がその状況に苦しんでいるんだろうなということは、ことがおぼろげながらも伝わってきた。さもなきゃこんな話はしないだろう。悩んでるんですか？まあな、そんなもんどっちかに決めるしかないんだけどな。分かっていてもいざ自分のことになるとなかなか答えって出さないもんだ。おう、そんな曖昧な態度は良くないと正論を吐けばその通りなのだろう。なんだろう、このゲームすごいドロドロしてんだけど、人間関係。だけど二人どころか一人の人にアプローチをかけることにさえ臆病でなかなか進めない僕には、そんな正しい言葉を振りかざして断罪する気持ちにはなれなかった。あいつらもさ、同じなのかなって思ってさ、明るくて無茶なばかりしているクジラ岡先輩の見たこともない一面と、いつもはどこかに優しさを感じさせる三村先輩の冷徹な拒絶。二人の間に何があるのかわからないけれど、それはこんな場面を見ることがなければ知ることがなかったことで、中島先輩はそこに酒井さんや安城先輩の影を重ねたのかもしれない。僕にはまだ難しすぎるような気がします。だからこそ僕は中島先輩にそれが言えなかった。それしか言えなかった。はは、そうだな。まずはお前は吉住にちゃんと思いを伝えるところからだしな。やっぱりバレてるよね。しかし帰ってきた言葉はやぶ蛇どころではないカウンターパンチだった。やっぱりバレバレなんですかね。バレバレ。酒井さんに引き続き長島先輩に、長島先輩にまでバレていたとは。僕は本格的に自分の言動を見直すべきなのかもしれない。さて、そろそろ行くか。そして区切りをつけるように長島先輩は歩き始める。バイバイ。その後ろを追うようにして僕はこう尋ねた。一つだけ聞いてもいいですか？なんだ？なぜこんな話を僕に？立ち止まり振り返ると長島先輩は笑ってこう言った。来年の部長候補に今のうちから頼っておくのも悪くないだろ。おっと、部長にしようとしてる。勘弁してください。重かった空気を振りほどくように僕らは笑った。あ、カットインが入った。じゃあカットインも入ったし終わろうかな。8月5日3時半瀬戸和臣主人公視点だね。うん、ってことで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。うん、それではシンアンでした。またね。